さてと、はい、ということでどうも、ヒデオです。こんにちは、昨日ぶりでございます、はい、昨日土曜日僕はここに来ました。そして今日日曜日午後2時50分、今またここへ来ました。今日は、はい、見てください、雨降ってません。そうです、なんか一応ね、雨予報ではあったんだけど、ちょっとヤフー天気とかウェザーのこう動くやつを見たりとかしてたら、あれなんか降らないんじゃねみたいな、そこを信じて今日も来ちゃいましたよ。いや頼むマジで、なんかいきなりまた曇ってきたから、ちょっとね若干不安ではあるんだけど、まあとりあえず今日も、Uber Eats していこうと思います。もちろん僕が行くのはそう府中でございますよ皆さん。はい、ということでとりあえず今日は府中に行きたい。もう今日はここでオンラインにせずに、もう府中までもうまず渡っちゃいます、はい、府中渡るときにもうオンラインにして、そこで今日はちょっと生息できたらなというふうに思います。とりあえず今2時50分とかなんで、まあ3時頃か、多分府中に入るのが3時頃なんで、まあちょっと1時間じゃねえよ2時間程度できればなというふうには思うんですが、まあちょっと天気次第というかね、あと自分の乗り気次第なんですけど、とりあえず、無事故で今日もやっていきたいと思います。はい、ということで今これまさ橋のど真ん中にいます。信号待ちです。ということで早速ですね、普通に橋渡って、今どこだ、こここれまさ3丁目南っていうところを通り過ぎてたら、なりました、クルル府中店、ケンタッキーフライドチキンクルル府中店です。はい、ここから6分ぐらいなんで、まあ、結構近いですね。とりあえず無事故で1軒目行ってきたいと思います。到着しました、ケンタッキー、こっちか。はい、ということでピック完了でございます。これからね向かっていきたいと思います。なんかねめっちゃ曇ってきためっちゃ曇ってきたんですけど、まあとりあえずまだ昨日みたいに降ってないんで、ということで行ってきたいと思います。はい、ということで1軒目無事にドロップ完了しました。今僕は東京競馬場の事務所前にいます。ちゃんと許可を取って撮影させていただいておりました。ありがとうございました警備員さん。ってことで、はい、そして今1軒目ドロップして、次2軒目なんですけど、なんとスターバックス府中駅なんとか店でなりました。あ、おまわりさん来たこれ大丈夫かな、おまわりさん来たんですけど大丈夫これ大丈夫、俺大丈夫かな、まあどうでもいいんですけど、とりあえず今これからね2軒目、行ってきたいと思います。すげえ、だからおまわりさんいたんだけど大丈夫かな、俺完全不審者っぽいけど大丈夫かな。とりあえず、まあ、2軒目、スターバックス府中駅ビル店みたいなとこで初めて行くんですけど、とりあえず今から行きたいと思います。え、何なんかめっちゃ走っとるじゃん。まあいいや、はい、ということでとりあえず待ってるんで、ピック先に行きたいと思います。気泡があります、雨です。あ、さあここスターバックスだと思ったらタリーズコーヒーだったんだけど、スターバックスこっちか、めちゃめちゃやばいんですよ。なんか、あ、ここじゃね、スターバックスじゃな、あった、ここだ、2階。あ、やった、ラッキー。え、本屋さん、え、大丈夫かここ、え、多分入り方間違えたわ完全に今図書館だったもんね。図書館じゃないよ、ここだ、プラリと心の2階だ。ナイスナイス。
こんなとこあんの？え、本当に？どこ？スタバあったわ。よかった。焦ったマジ。え、なんと悲報が起きまして、なんかよくよくウーバーのあのお店名見てたら、ウェンディーズファーストキッチンでした。あれ？嘘でしょ？え、完全に迷子なんだけど。やばいんだ。やばいな。まあ、とりあえず落ち着いていこう。ウェンディーズファーストキッチン見つけないとやばいわ。どこで？普通に雨が降ってきました。やばいな、普通に。ウェンディーズファーストキッチンっていうのが、多分ここら辺にあるはずなんだよね。どこだ？こっち側にな、え、こっち側来ちゃうのかな？多分中だよね。さっきのビルの、あ、これじゃね？あった。ここにあった。ウェンディーズファースト、こんなとこにあったわ。やばいやばい。はい、ということで、ようやくお品物をいただいたんで、行きたいと思います。普通にさ、雨だわ。普通に雨。ドロップ、完了です。大阪王将府中店、到着しました。今受け取ったんですけど、なんかまたどっかで、なんか1分っていうところがなりました。とりあえず今からドロップ行って、で次の4軒目かな、ピックしに行きたいと思います。ありがたいことにちょっとだけ晴れてきてます。そう、まだ一応曇ってはいるんだけど、めっちゃ曇ってんな。向こうめっちゃ曇ってんですけど、一応晴れてるっていうね。ありがたい。俺は晴れることを信じてやまないよ。ドロップ完了です。ということで、6軒目ぐらいかな、横浜家系ラーメン府中大和屋来ました。ってことで、これやって帰ろうかなと思います。今現在時刻が、はい、5時32分ですね。なんか若干さっき一瞬雨降ったりとかしてるんですけど、また晴れたりとかして、まあいい感じかなと思います。ドロップ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 完了です。ということで、どうも、ひでおです。ついに、おわ、何ここ、すごいな。ということで、今現在が5時56分でございます。今、府中渡って、これまさ橋渡って、今、稲城市の、何ここ、大丸公園っていうか、なんか、めちゃめちゃね、見晴らしというか、なんか、良さそうな、ビューのところに来ました。すごいね、こんな公園あるんだね。はい、とりあえず、今日はもう、ウーバーをオフラインしました。はい、ということで、本日の売上発表からいきたいと思います。はい、ということで、本日の売上がこちらです。はい、今多分画像出てると思うんですけれど、3300円ほどかな、の売上でございました。はい、でオンライン時間が2時間45分で、で5乗車、はい、5乗車でございました。はい、でポイントが7とかそんな感じでございました。はい、で実際の売上が2900いくらだったかだったんですけど、そこにあれです、ブーストっていうのがついて、まあプロモーション的なね、それのおかげで3300円ほどの売り上げとなりました。はい、ありがとうございました。めちゃめちゃさ、めちゃめちゃ森の中なんだけど、これ圧倒的森なんだけど、怖っ。これ今この時間だからまだちょっと元気でいられるけど、すげえ、奥の方やばくないこれ。やば、This is 緑ですよ、これ。すげえ、自然の香りが半端ない、ここ。はい、ということで、本日の簡単な感想にはなってしまうんですけど、とりあえず今日はね、シンプルに一言で言うなら、没頭できたかなというふうに、思います。こっち風強っ。風がうるさかったらすいません。はい。
とにかく没頭できました。はい、まず天気が良かったのがね、救いでした。はい、まず晴れてたし、で2、3軒目ぐらいから雨が降ってたような降ってきたんですよ。でうわやばいかもって思ってて、そうマジで一瞬焦ったんですけど、いや昨日俺は濡れたんだっていう意味わかんないあの経験のおかげで、あこれちょっとまだやむんじゃねって思ってたんですよ。そうで実際こういう感じでなんか景色的にはあれまだなんだろう晴れるんじゃねって思ってたんですね。そしたら案の定、まあ実際曇りに変わったり晴れたりして、まあ実際に何回か降ったりとかしてたんですけど、そう。だからそんな感じでね、自分のその没頭して今日は配達できたなっていうふうに思いました。結構落ち着いてたような気がします。そう。なんか、道もね、住所も実は、こう、あるじゃないですか。お客様の住所が抜けてて、で、配達先に行ったら、なんとですね、違う方の家だったんですよ。でめちゃめちゃ家広いんですけど、え、でかみたいに思ったけど、そう、で、名前も違うし、で、一応チャットして、すいません、ここでよろしいでしょうかみたいな。一応自分で調べたんですよ。郵便番号とか、そう、住所とか。そしたら、あそこですみたいな感じで、あ、マジかと思って。そう、だけど、落ち着いて、そう、結局そこで焦っても意味ないから、落ち着いて、チャットして、すいません、つって、申し訳ございません、つって、そう、普通にスムーズに行ったら、まあ、ちゃんと、しかも出迎えてくれたしね。本当ありがとうございました、お客様。そう、なので、そう、なんか、なんつうんだろう、ありがたいよね。今日はそんな感じがした。なんか、ゆっくりってことじゃないんだけど、そう、そんなに焦らずできたんで、とてもいい感じで配達できたんじゃないでしょうか。というのが今日の感想です。はい。ということで本日の動画はここまでにしたいと思います。ここまで長時間ご視聴いただきまして本当にありがとうございました。またね、次の Uber Eats 動画でお会いしましょう。ということで、とりあえず今んとこね、めちゃ天気いいんすよ。よかった。一瞬さっき雨降ったんですけど、とりあえず今落ち着いてるんで、はい、今のうちに、無事故でご安全にバイクで帰宅しようと思います。はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。さようなら、バイバーイ。ドロップ完了です。